難しいバウンド、セカンドうまく取って一塁アウト、これでスリーアウト。この回タイガース3人で攻撃を終えています。10回終わって3対3同点です。これから11回バファローズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。島本がマウンド上に上がっています。接戦の中でのリリーフ登板です。5番バッターゴンザレス、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。タイガース同点でこの回を迎えています。里崎さん、まあこの展開ですからバッテリーには相当なプレッシャーがかかってきますよね。まあここは我慢比べですよね。バッテリーはこの状況でどう組み立てていくのかをしっかり考えてほしいですよね。なるほど。これが3球目。この球は落としましたが決まりません。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。 T 岡田が打席に入っています。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。アウトロー、空振り、あっという間に2ストライクです。さあ3球目は何か。3球目外れました。さあ勝負してくるのか。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回バファローズ三者凡退です。3対3同点です。11回の裏タイガースの攻撃です。一方バファローズはピッチャーが変わります。背番号17、曽田、6番手としてマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。11回の裏タイガース代打が告げられました。バッターボックスには代打の原口。さあ赤星さん、ここは何を期待されますか。まあランナーいませんから、ここは当然出塁することを考えなくてはいけませんね。そうですね。この起用に応えたい。外の球打った、セカンドの左取った、一塁アウト。バッターは7番坂本、先ほどの打席で同点となるツーベースヒットを放っています。いやあそこでよく打ってくれましたよね。はい、ここはもう一本期待したいですよね。そうですね。ワンアウトランナーなし。際どかったですよね。次が3球目。ジャストミート、ワンバウンドヒットになった。バッターランナーファーストキャンバスを蹴った。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。いや本当にうまく反応しましたよね。さあタイガースさよならのチャンスを迎えています。チームとしてもここで決めたいはずですからね。そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには木浪が入っています。
ファウルボールです。よく見極めましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。インサイド打った、ファウルです。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。このチャンスをものにしたい場面でしたが、ツーアウトになりました。ランナー二塁はそのままです。ここは打ってほしかったんですけど、まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには9番の小野寺。インサイド打った、セカンドの左掴んだ、一塁アウトでスリーアウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。サヨナラのチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。11回終わって3対3同点です。これから12回バファローズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。石井マウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。これから12回バファローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の小田。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは三振取れることが理想ですけど、とにかく塁には出したくないですね。なるほど。さあどう組み立てていくのか。これが初球。インサイド落ちました。ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには代打の石川。ワンアウトランナーありません。石川背番号68。初球打ち、ライン際落ちました。ワンアウトランナー一塁です。ここは初球を狙われた形になりました。打順は1番に帰ります。バッター中川。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。見逃して三振になります。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振でツーアウトとなっています。ランナーは変わらず一塁です。さあ初球は何か。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。低め、アウトコース外れました。牽制、一塁はセーフ。これが4球目。センターへ、センターフライ掴んでスリーアウト。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。3対3同点です。バファローズ
12回の裏タイガースの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。宇田川マウンド上に上がっています。この同点の場面で登板ということになりました。バッターは近本。今日はここまでノーヒット、完璧に抑え込まれています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。タイガース同点でこの回を迎えています。2球目は何で来るか。外のボールに手を出しました。ノーボールツーストライクです。外のボール打った。これは面白いところに飛んでいる。抑えてワンアウト。バッターはメネセス。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。変化球タイミング合いません。3球目は何で来るか。まあ今のはよく見ましたよね。はい。外のストレートわずかに外れてボール。ストレート打った。一塁送球。これはショートのエラー。しまったという表情。記録はエラーということになりました。まあこれは完全。さあここでタイガースダイソーを送ります。帰ればサヨナラ。島田がファーストランナーに入ります。さあ一塁にサヨナラのランナーを置いています。バッターボックスには糸原。まあここはバントで確実に1点を取りに行くのがいいかもしれませんよね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。初球打ち。これは上がりすぎたか。この打球はフライになっています。レフトフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスは4番大山。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。2アウトになっています。ここは盗塁するならキャッチャーの肩を計算に入れないといけませんね。なるほど。そうですね。ここは長打を警戒して外。これはバット出ず三振です。試合終了。五分五分、勝敗つかずということになってしまいました。赤星さん、両チーム全く譲りませんでした。本当そうですよね。お互いよく踏ん張ったと思いますね。まあ引き分けにはなりましたけど、今日は面白いゲームだったんじゃないですかね。そうですね。ファンも大満足のゲームだったのかもしれません。結果として接戦の末、両者譲らずの展開になりました。ご覧のように今日のゲームは引き分けで終了です。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。